呂剣万獣、呂剣万頭、通称、ローマンは、倉敷紡績社長、大原孫三郎氏が開設した倉敷労働科学研究所、現、大原記念労働科学研究所で、昭和4年、1929年に、主食代養食として、研究開発、誕生したものである。主材料は、メリケン粉、小麦粉であり、満州のクーリーの主食からヒントを得て、 その形や味が日本人の親しみのあるものに改善されて誕生した。直径10センチメートル前後、重さ60グラム前後の小ぶりで甘みのある蒸しパン状の菓子である。小麦粉をこねた生地を酵母で発酵させ蒸し上げたものである。形状は種類によって円盤状のものと楕円形のものがある。生地にヨモギやココアなどを練り込んだものや豆類や乳製品を入れたもの。 中に小豆あずきあんを入れたものもあり、種類も豊富である。太平洋戦争前から続く製法で作られており、素朴な味わいで、地元の一部の人に根強い人気がある。製造発売元の竹内では、現在14種類が製造されている。元祖は黒大豆、一番人気はうずら豆としている。老犬饅頭は、当時一都市一軒ということで、 老県万獣指定者組合により、製造元の認可がなされ、昭和11年発行のパンフレットでは、札幌市から久留米市まで34市、朝鮮で3市の組合員があったことがわかる。現在製造しているのは、愛媛県松山市の竹内と発祥地である、岡山県美前市の乳製パンの2社のみである。愛媛県松山市、竹内、昭和初期、 松山市は深刻な不況に襲われ、野学生が学習を確保することが困難であった。それを見かねた私立松山夜学校、現在の私立松山城南高等学校、小学会は野学生の学習を供給する事業がないか模索していた。その頃、岡山県倉敷市にあった、労働科学研究所が、満州、現在の中国東北部の労働者の主職であった、満州、 万頭を日本人家に甘くアレンジし、これを岡山県や京阪神の業者が販売していることを聞きつけた。小麦粉で作る饅頭は安価に製造できるため、これを松山で製造販売し、学習を確保するとともに、野学生の主食にもしてもらうことを企画したのである。こうして1931年に松山で老犬饅頭の名で販売が開始された。 老犬とは労働科学研究所の略。また、饅、ま、頭を、満島と読むのは、中国東北部の主食、満島が起源だから出る。なお、当時は4個で5000、松山市内の学校や、軍内で販売され、野学生の学士確保に貢献したという。その後、呂剣饅頭は、個人営業の竹内商店、現在の販売店、竹内の前身が、 製造を販売するようになったが、戦火の拡大により、1943年には小麦粉も入手難となり、販売休止に追い込まれた。しかし、受け継いだ工房は守り通され、1945年の終戦後には早くも販売が再開されている。1952年に竹内が老犬饅頭の登録商標を取得した。高度成長期には、 洋菓子などに押されたが、保存料などを使わない、自然食であることが見直され、松山の名物菓子として定着している。岡山県美善市、ミシェール二部、老犬饅頭発祥の地である岡山では、昭和十一年に、美善市にある二部ベーカリーの創始者である、丹生十二が、旧全国老犬饅頭組合より製造の、正式認可第五号を受け、その道を稼業とした。それ以来、 75年以上にわたって今日まで作り続けてきた老犬饅頭は小麦粉を主成分に柔らかく素朴な味わいが特徴である。以前市の名物として定着しており、懐かしい味を買い求めに、遠路から来店されることもあるという。労働科学研究所の所在地で老犬饅頭の故郷であった岡山県では、京阪神の場合と同様に、戦火によって酵母が途絶えてしまい、 一時は、老犬饅頭が消えてしまった。しかし、岡山市の、三笠屋という業者が製造した黒豆入りとあん入りの2種類の、老犬饅頭が、岡山市などの、ごくわずかな商店のみで、老ンの商標名で販売されていた。しかしながら2007年12月21日に、三笠屋が廃業し、岡山市内での老犬饅頭の明かりは再び、途絶えてしまった。サイズは、 松山のものよりも小さく、消費期限が当日限りであるため、三笠屋が休業する日曜日の販売は行われなかった。一般に、中国の北部、河北で主食とされている饅頭、饅頭、門、別名、モーモ、モ,ーモでは、粘りを出すのに用いる塩を除いて、味は付けられておらず、小麦粉と酵母の持ち味しかしない。このため、一般に、 炒め物やスープのような料理と共に味わう。しかし、子供向けなどに砂糖を入れた生地で作られる例もある。また、サイズは主食であるため、日本の中華まんほどのサイズであることが多く、また、老犬まんじゅうよりも高さがあるものが多い。このほか、花巻き、ホアジュアル、ワワンアと呼ばれる、生地を巻いて成形するタイプのものでは、黒糖を混ぜた生地と混ぜない生地で模様ができるように、 するものがあり、また、刻みネギを巻き込むこともある。これに対して、主食が米である中国の南部、河南に製法が伝わると、饅、ま、頭を天天神の一種として作られることが多くなり、生地に白砂糖が加えられることが多い。サイズも、河北のものよりも、小ぶりに作ることが多い。例えば、香港映画、少林サッカーの中で、ビッキー茶をが作る饅頭は、甘さが、 持ち味となっており、この種の饅頭と考えられる。台湾にも、下北の饅頭とは全く異なる食感の、ふんわりした甘い饅頭を売りにした、専門店がある。また、甘みのある小ぶりの饅頭を油で揚げて、咲く饅頭、ジャーマント、ZH、モント少しさらに、コンデンスミルクをつけて食べることもあり、おおむね菓子に近い扱いである。老犬饅頭は、 中国東北部にルーツを持つが、アジアサイズの点で、カナンと似た改変が行われたと考えられる。蒸したてのものをそのまま食べるのが、風味や食感に優れる。冷めると硬くなり、ボソボソしてくるが、焼いて食べると、表面がカリッとした、また異なる食感や焦げ目の風味が楽しめる。電子レンジで熱しすぎると硬くなるので、短時間温めるか、蒸し器や鍋を使って、 蒸し直す方が、本来の風味を味わうことができる。中国の、作万重のように揚げて食べる方法もある。竹内の本店、伊予鉄道警察署前停留場西側、大街道支店、伊予鉄道大街道停留場から南に100メートル、大街道商店街内で販売するほか、メール、電話、ファックスによる通信販売も受け付けている。支払い方法は、代金引換のみ、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。